皆さんこんにちは、ワンダーレビューです。タイムコード関係の動画何個か出しているので、よろしかったら気になるところ確認してみてください。本日は最後、もう本当にこのためにやっていたタイムコードを入れていたって言っても、もう全く間違いではないプレミアプロ、最後の編集のところを少し紹介したいと思います。すごく簡単な動画なのですが、こうワンクリックでパパってやって、サって実行って押すと一気に タイムのシーケンスがこう揃って出てくるのでこのやり方はすごく役に立つと思うので気になる人見ていってください今回作成したいのはこのようなシーケンスですトラックごとにカメラ分かれていて非常に扱いやすいシーケンスをワンクリックで作成しますそれではまず最初にプレミアプロに録画録音したファイルを読み込ませていきます今回は各カメラ録音機器 それぞれビン、ホルダーに分けてファイルを格納しています。それぞれのホルダーに、それぞれのカメラ、それぞれの録音機械で録画、録音されたファイルが格納されています。一つ注意点ですが、プレミアプロにファイルを読み込む前に、正確なタイムコードのデータがファイルに書き込まれている必要があります。LTC の音声ファイルでタイムコードを記録している場合は、事前にこのタイムコード、 をコンバートしておく必要があります撮影したデータをトラックごとにカメラ別に分けたいので各ファイルにタグをつけていきますタグをつける際にメタデータというウィンドウを開いてメタデータの中にあるカメララベルというところにカメラの相性ニックネームをつけておく必要があります おそらくこのカメララベル、メタデータのウィンドウで初期では表示されていないと思います。ここで表示項目を設定できる画面があるので、こちらの方でカメララベルというのをチェックを入れて、えー、しっかりとこのメタデータの変更画面でもカメララベルが見えるようにしておきます。 あとは先ほど取り込んだフォルダーごとにファイルが入っているので一気にその中のファイルを選択してそれぞれニックネーム、カメララベルをつけていきます。それでは同様に今回読み込んだファイルに対してすべて同じ操作を繰り返していきます。各ファイルにカメララベルをつけていきます。ここまでが下準備になります。そうするとあとはもうワンクリックでシーケンス、タイムラインを作っていきます。 全てのファイルを選択してマルチシーケンスの作成というのを選びます。ここで唯一大事なのがタイムコードで同期するというのと、このシーケンスの設定のところで先ほど設定したカメララベルというのを選ぶことが重要です。それ以外は基本的にまあデフォルトで良くて OK って押すとしばらくするとこのシーケンス、マルチカメラのシーケンスが自動的に作成されます。こちらの方をシーケンスをタイムコード で開くタイムラインで開くっていうのを選択するとタイムラインがさっと表示されますここにも本当に少しの前準備でワンクリックでこのタイムコードがすべて段積みされて表示されるというのはすごく便利な機能だと思いますここまでできてしまうとプレミアプロの中にマルチカメラ用の編集ツールなども準備されているので今画面で見える通り こうマルチカメラがこうスイッチャーでカメラを切り替えるような編集も簡単に行うことができますはい、本日の動画いかがだったでしょうかプレミアプロでの編集方法なかなかまとまった情報を見つけることができなかったので少しでも皆さんのお役に立てたら幸いです今回タイムコードに関する動画を何個か出しているので気になる動画よかったらチェックしてみてくださいそれではまた次の動画でお会いしましょうじゃあねバイバーイ thank mm -hmm. you